皆さんこんばんは、鈴木まりこです。本日も Facebook ライブ始めていきたいと思います。少し皆さんの参加状況をお待ちしてから、お話を始めようと思います。先ほどまでですね、私は YouTube で、ありがとうございます。皆さんご覧いただきましてありがとうございます。たった今までですね、私は YouTube で稲盛和夫さんの動画を見てました。はい、稲盛さんすごい話し方おっとりですけどね、とっても信念のある強い方だと思うので、本当に後でまた続きを見ようと思います。はい、吉田さんこんばんは今日もありがとうございます。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、今日の今日ぜひ皆さんとシェアしたいなと思った内容がありましてですね、今日実はこの本が届いたんです。こちらご存知の方いらっしゃいますか？私も実はいつ買ってたっけなと思ってちょっと購入したことを忘れていたんですけど、この本のタイトルが、Trump Rules、トランプルール、まあ日本語で訳すとトランプルールというよりも、トランプ式とかですかね、流行りの言い方だと、まあまだ全然読み始めで、全く始まりの方しかまだ読んでいないんですけど、これはすごく面白くて、まあ面白そうと思って購入してたはずなんですけど。何に惹かれたんだっけなと思って、ちょっと初めて見つける感覚だ、初めて見るような感覚でちょっと本読んで読み始めていたんですけど、こちらですね。でこれを書いた方がごめんなさい、ちなみに話を始める前にですね、吉田さんの後ろの服が気になるっていう、これですね。これはちょっとは照明がこう白飛びしちゃうのを防ぐために、白いものを周りに置くといいよっていうアドバイスを、まあ、プロの映像の方に教えていただいて、でそれでちょっと試してる、こちら試してるんですけど、まあ、おいおい多分白い別のものになると思います今はジャケットにしてますので、まあ、無視してください。それでこの Trump Rules っていうこの、まあ、本はですね、書かれたのはトランプさんご自身ではなくて、トランプさんを支持されている、ウェイン・アレン・ルート、まあ、ウェイン・アレン・ルートさんっていうんですかね、保守系コメンテーターの方で、さらに、まあ、ご自身でこの方、この著者の方自身が経営もされていたりだとか、まあ、そういう実績を残されている方なんですけど、もともとこれちょっと分かるようにどっかこの辺に置いとこうかな。こっちの方がいいかな、今だけで。こちらのこのトランプさんの本を書かれた方が、ご自身で授業もされていて、でさらに、もともとレーガン大統領とトランプ大統領が、まあ、トランプさんが大統領として出馬をするずっと前からすごく大好きだった方らしいんですね。でレーガン大統領のことは、まあ、父親のようなそういう威厳のある壮大な存在として尊敬をしていて、で方やこのウェインさん、この本の著者の方は、トランプさんのことをまるで憧れのお兄さんのように、もうかなり早い段階というか、まあ、トランプさんが事業で大成功を収めている、政治にまだまだ介入されてない時期からずっとファンだったということが書かれていたんですけど、なのでなんでトランプさんのことがそんなにも、まあ、尊敬して大好きだったかというと、まあ、この方曰くアメリカ人の本当にこう憧れる3つの成功を果たしたと。でそれがメガウェルフ、まあ、大富豪であることと、セレブリティ、セレブであることと、サクセスの成功者、まあ、つまり大富豪でありセレブであり大成功者なんだということで、もうとにかくその功績から、まあ、トランプさんのその考え方や理念からを、まあ、全てもうとにかく大好きで学んでいるっていう方だったんですけど、まあ
ここまでは結構いろんな方で、そういう方が、一生懸命トランプさんを応援されているパターンってよく今までもあったと思うんですけど、まあ、その初め本の初めの方だけを見ていて、まあ、結構おそうなんだって驚いたのが、実はこの本を書かれた方は、コロンビア大学に通われていた際のオバマさんの同期らしいんですね。で、同じ代に同じ学部で、まあ、同じ授業をオバマさんと受けていたらしいんですよ。それがすごく面白いなと思って、まあ、少しまだ初めの方なので少ししか読んでないんですが、そこに書かれていたのは2003年の時点で、まあ、コロンビア大学のその卒業生で、まあ、の中で、社会的実績を残されている方たちが呼ばれて、まあ、ちょっとスピーチというかそういうイベントがあったらしいんですけど、2003年の際にはこの著者のウェインさんは実際コロンビア大学の来賓として呼ばれたらしいんですね。だけどそのリストの中に実はそのオバマ大統領がなかったというか、微塵もそんな声は上がってなかったみたいなことが書いてあって、なのにそのたった5年後にオバマさんは大統領として、アメリカ合衆国の大統領として就任するわけですよね。なのでこの5年間の間に彼は一体何があったんだっていうのも書いてあって、ちょっとそれは面白いなと思ったんですけど、でそのこのウェインさん、まあ、筆者の方が書いて、まあ、おっしゃってたのは、そのトランプさんのことは大好きで、はっきり言ってオバマさんのことは大嫌い、まあ、好きであったことがないって書いてあるんですが、その成功者のその成功マインドというか、どうやってその地位を得たのか、その功績を、まあ、達成したのかっていうところに対してのその学ぶ姿勢っていうのはすごく強いそうなんですね。なので好き嫌い問わずその成功者を分析するのが好きっていうのは書いてあったんですけど、なのでその5年間の間にオバマさんは、まあ、いわゆる無名の何でもない一般人から5年間の間に一気にその、まあ、アメリカという大国の頂点に立つわけです。で、そこに至る経緯も、まあ、おそらくこの本で書いてあるとは思うんですけれども、またさらにその大成功を収めたトランプさんのその哲学ですかね、それを、まあ、ウェインさんの視点で紐解いていくっていう本だと思うんですけど、すごく面白いなと思って、私もまたこれから読んでいこうと思うんですけれども、やっぱりアメリカとなるとその成功者は必ず経済が伴うんですよね。お金持ちになる、まあ、豊かになるっていうことに対してアメリカは本当にストレートにそこに誇りと喜びを感じているんです。だから分かりやすいのが、まあ、トランプさんが大統領に就任してからはレイシストだなんだとか、もう傍若無人でひどいって散々メディアがそうやって、まあ、報道してましたけれども、だけど私がすごく不思議だなと思うのが、トランプさんって実際、まあ、何度か結婚されていらっしゃいますけれども、でその再婚されるたんびに、まあ、そのお子さんを設けられて、その家族全員仲良しなんですよね。だけどその離婚された前の奥さんも今のメラニア夫人も、まあ、元は移民の方たちなんですよ。でさらにはまだシングルだった頃付き合っていた彼女で黒人の彼女がいたこともあるんですよ。だからはっきり言ってどうしてそこから レイシストっていう単語が出てくるんだろうっていうのはすごく不思議なんですね。本当にレイシストだったらそんなこと絶対ないですから、白人の、アメリカ人、まあ、アメリカ人って言ってもアメリカ人、国籍はアメリカ人だけどルートはもう本当にヨーロッパ系とかアジア系とかアフリカ系アメリカ人っていうその大元のルーツは本当にさまざま、国籍のね、サラダポットとか サラダボール、メルティングポットなんてそういう表現がされるくらい本当に多様に満ちた国なので、だけどまあ、そういった報道、偏向報道の影響力って本当にすごいなと思うんですよね。効果てきめんというか、トランプさんといったらレイシストとか、トランプさんといったらもうひどいみたいな、もうイコールですぐ考えちゃう方すごい多いじゃないですか。
だからそういう、まあ、メディアの影響力ってすごいなと思うんですけど、まあ、ただそのそうじゃないトランプさんの要素っていうのもいろいろ私はまあ、勉強したり、実際にトランプさん自身をよく知ってる方からお話を聞いたこともあったりとかで、まあ、全然違う方だなと思ってはいるんですけど、でそれでこの本の中で、トランプさんのことを、まだ初めの方しか読んでないんですけど、表現されてる一つの、単語があってですね、それが今日ちょっとトランプさんの話というかこの本の話を少しさせていただきますけど、モーグルって単語を使ってるんです。モーグルっていうのはその大物とか権力者っていうんですけど、これが、大統領、アメリカの大統領に、まあ、それぞれにつけられる、コードネームなんですね。実はアメリカの大統領ってその大統領自身と大統領の、まあ、家族、ご家族、つまりファーストファミリー、まあ、よくファーストレディーとか言いますよね。それは大統領の奥様のことをファーストレディーと言って、その家族のことをファーストファミリーって言うんです。ちなみに副大統領、まあ、例えば前回で言うペンス、マイク・ペンスの場合はマイク・ペンスの奥さんのことはセカンドレディーと言ってセカンドファミリーって言うんですけど、まあ、その大統領とそのファーストファミリーに対して、シークレットサービス内での、まあ、内密な、コードネームがあるんですね。で、トランプ大統領はモーグルだったそうなんですよ。大物とか権力者っていう意味で。だけど以前トランプさんが自分でもしコードネームをつけるんだとしたら俺はハンブルにするって言って ハンブルって謙虚って意味なんですけど、多分ジョークで言ってるのか本気なのかっていう感じなんですけど。であとは例えばクリントンさんですと、まあ、イーグルで、ヒラリー・クリントンはエバーグリーンとか。ちょっと不思議なのはオバマ元大統領はレネゲイドで、まあ、反逆者とかそういう意味を持つ、ちょっと反発的な大統領にしては結構攻撃的な名前だなっていう感じの、そういう、まあ、コードネームもあったそうです。まあ、それは余談なんですけれども。で、私がこの本を読んでいて、最初の方で書かれている内容で一番そうだなと思って、それで、まあ、この表現を見て、この本の続き読むのすごく楽しみだなって思い始めたのがですね、これはちょっとぜひシェアしたいんですが、まあ、原文でそのままお伝えすると、Timing is not just important, it is everything って書いてあるんですよ。つまりタイミングは重要なのではなくて、タイミングこそ全てだって書いてあるんです。それがなるほどなと思って、私常日頃からすごく思っているのは、一番大事なこと、まあ、とっても大切にしているものがあってですね、それがやっぱり運なんですよ。なので、そこの部分とこの本の価値観がすごく似ているなと思ってですね、まあ、ここに関してはちょっとまた読み進めてからいろいろお話ししようかなと、もし面白ければ 引き続き内容が面白ければ、また皆さんにシェアしたいなと思うんですが、今日はこういう話をちょっと読み始めたので、ちょっとシェアをさせていただきました。ということで、コメントありがとうございます。たくさんいただいたので今ようやく 読もうと思います。ありがとうございます。山西さん、こんばんは。ありがとうございます。吉田さん、大富豪、セレブ、成功者。結局お金ですね。そうですね。わかりやすいです。ただ、アカデミック、まあ、つまり勉学の面でも、そういったタイトル、例えばドクターの称号を持っている方っていうのも、本当に社会的に素晴らしい、功績を残された方っていう意味で、そのドクターはちょっと別格です、ある意味。なので、飛行機とかで、例えば、申し込みをして、チケット発行するって時に、アメリカですと、そのミスターとか、ミスとか、なんて言うんだろう、そこの、まあ、呼び名っていうんですか、そこを選べるんですけれども、ドクターっていう選択肢もあるくらいなので、ドクターの、まあ、博士号、を取っているということに関しては、ものすごくその社会的な価値があるというふうに見なされるんですけれども、やっぱりそこに経済が伴うっていうのが最強ですね。アメリカの場合はもう間違いないです。で、さらにそのお金持ちになっていること
だけではなくて、そのお金を何に使ってるかまですごく見るんですよ。なので寄付の文化が本当に当たり前になっていて、その高額な寄付を、自分の故郷であったり母校であったり、自分のこう信じる未来のそういった、可能性に投資するっていう行為がもう最高のお金の使い方というか、お金持ちになって社会にそれを還元している成功者がやっぱり一番憧れられるというか、尊敬される対象なんですね。それがなので、トランプ大統領って本当にトランプさんって大統領に就任される前すっごい大人気、めちゃくちゃ人気者だったんですよ。でご存知の方も多いと思うんですけど、ドナルド・トランプとして映画に出演するくらい、つまり何て言うんだろう、脇役でちょっとポンと映画の中のストーリーのスパイスとしてドナルド・トランプとして出演するっていうシーンが、そういう映画が本当に10とかそんなもんじゃないくらいたくさん出てるんですね、トランプさんって。一瞬の出演しかなかったりするんですけど、有名なところだと「ホーム・アローン」とか、ホームアローンの主役の、男の子と一瞬絡んだりとか、セックス・アンド・ザ・シティとか、結構有名というか、そうですね、そういう映画にもドナルド・トランプとして出てたので それがすごい面白いなと思うんですけどね。原田さん、ありがとうございます。ここ10年くらいのアメリカって随分力が小さくなった気がします。職場で直に感じます。そうですね、アメリカもなので、Make America Great Again っていう、つまりアメリカをまた偉大なアメリカに戻そうって、アメリカをまたさらに偉大にしようっていうスローガンが出るくらい、アメリカ人自身もそれは感じてると思いますね。経済的にやっぱりゴールデンエイジ、黄金時代は過去にあったっていう感覚はアメリカ人も感じていることだと思うので、その原田さんの感覚ってその通りなんじゃないかなと私も思います。あ、B さん、こんばんは、ありがとうございます。佐藤さん、佐藤よしきさんですかね、こんばんは、ありがとうございます。花沢三郎さん、こんばんは。犯罪者がなぜヒーローになるか理解できない 犯罪者っていうのはトランプのことなのかバイデンのことなのか、どっちでしょうか あっくん、こんばんは、今日もありがとうございます。松山さん、こんばんは、ありがとうございます。ということで、今日はちょっとその話をしようと思っていたんですけれども、面白いですよね。今ちょっと大統領選挙その後みたいなことは、一時ほどはあまり発信していないんですけど、ただ私の中では毎日ウォッチしてます、かなり。でただそうですね、アメリカのそのいろんな動向ど、いろんな動きがあるっていうのも、結局何が真実なのかっていうのがすごくわからない状態ですよね、今。これだけメディアが選挙に関わっていた際にいろんな情報が操作されて流されていたっていうことがもう明らかになってしまったので、はっきり言ってもう、今に限ったことじゃなくて前々からそれは思っていたことなんですけど、流れてくる情報もいちいちなんかこれ本当かなって どこに真実があるんだろうっていうのは、こう今まで以上に懐疑的になってる印象はあります、個人的には。それで先ほどお話したアメリカのその成功者っていうのは、最終的には裕福になって富を得た、そのお金の使い道まで見られる、つまり寄付をするっていうこと行為が、ものすごくその素晴らしいこと、社会的に本当に最高のそういった称賛を得られるような行為なんですけれども、ただ日本ってすごく寄付っていう文化がちょっと何て言うか、アメリカのように当たり前、最終的には寄付をするみたいな、その当たり前のプロセスというよりもちょっと特別な行為に感じる印象ありますよね。先ほどその初めの頃、この
ライブを始める前に見ていた、稲盛和夫さんが、ご自身の、その作られた財団というか、その200億寄付をされた、ポケットマニーで200億寄付をされたっていう話もおっしゃってたんですけど、だけどそういうその本当に誰もが知ってるような日本の、もう事業家の方たちがそうやって大きなお金を投じるっていうことは、おお、すごいなって思いますけど、アメリカ人にとっての寄付ってもう少しカジュアルというか、誰もがやっぱりやってることなんですね。その行為をすることがすごく自分にとっての誇りというか、誰かに見せびらかすというか、ひけらかすためではもちろんないですし、自分の、感謝の行為としてやっていることだと思うんですけど、日本の場合はその寄付をすることにさえ税金がかかるじゃないですか。だからすごくその寄付の行為そのものが、お金を寄付をしたところで、その金額がそのまま100%自分の望むところに行くわけではないので、それがすごくその行為をはばからせるというか、ストップかけますよね。なので、それも、おそらくアメリカの指導なんでしょうけれども、その寄付行為に課税するっていうのはちょっと異例なことだなと、アメリカの視点で見るとすごく異例なことだなと思います。ちなみにナイキの社長は、スタンフォード大学にですね、校舎を寄付されまして、もう本当に一角全部ナイキの、そのビルというか、校舎になっていたりとか、寄付をしたことによってその建物や、そういったものにその寄付をされた方の名前を名付けるとか、そういったことも、ね、よくあるそうですけど、それはおそらくご本人の選択だと思うんですけれどもね。ただその寄付っていう行為がやっぱりこうなかなか日本に浸透しないというか、せっかくお金を投じる行為を選択しても100%届かない資材で、それがちょっとおかしいですよ。何にでも課税する。それがやっぱり改善するところ、改善の余地があるんじゃないかなと個人的には思います。そうですね。吉田さん、2008年のリーマンショックが象徴、他の国が力をつけてる面もあると思う。そうですね。2008年のリーマンショックの時、全然話違うんですけど、ちょうど私が、初めて会社を転職した時だったので、すごく考えましたね。やっぱり、組織やいろんなものに頼ってても、最終的には何があってもおかしくないんだなっていうのをすごく感じた経験だったので、社会人2年目だったんですけど、すごくその出来事を覚えてますね。そうですね。なので、その寄付っていう行為が課税がされてしまったりだとか、いろんな制限が日本の場合は多いので、そういったこともあって政党助成金っていう制度が生まれたんですね。日本の政治献金っていうところも、すごくこの辺ってルールが細かくて、だけどルールが細かいけど抜け穴もあるんですよ。だからその辺りが、政治を熟知されてる方やお金の流れ、そういったものにすごく詳しい方からすると、もうお茶の子さいさいというか、いくらでもできるようなことなんですけど、だからその辺りが結局国民が、国民というか有権者が、実際にそういった資料は公表されてるんですけれども、はっきり言って読む気も起きないし、面倒くさいじゃないですか。でそういう事実があるっていうこともなかなか知られてない部分なので、そこら辺が例えば政治が、政党ができたと思ったら潰れて、だけどなぜか一人だけ残っててとか、政治団体っていうのがそこからまた派生してとか、いろんなルートが、作れちゃうんですね。でそれでお金をどうにか残して返却しないで済むようにとかあるわけですよ。だからその辺りがすごく、本当に国民の納めた税金なのになって、
もっともっとちゃんとそこのザル法を、まあ、規制しなきゃいけないって思うんですけど、まあ政治家はやんないですよね。自分ではやりたくないことだと思います。はい。であと政党助成金ってさっきお伝えしたのも、結局国民全員から一律で、250円いただいてるんですよ。そのお金で、まあ、政党のその、政党の、所属する議員の人数だったり、いろんな、まあ、条件に応じて、年に数回そうやってまとまったお金が入る、まあ、ボーナスみたいなもんなんですけど、それがやっぱり、本当に、なんていうか、それがある意味資源になってるんですね。だから何もしないでもお金が入ってきちゃうんですよ、政党に。で、本当にそれはもう毎回毎回公表されているので、ちょっと調べると、どの政党にどれだけのお金が配布されたかは簡単に分かることなんですけど、もう桁がすごいですよね。で、そのお金を共産党は受け取らないとかされているんですけど、まあ、別の収入源があるからそれはもうもらわないって言って返してることだと思うんですけど、そのあたりのそのお金の使い方とかお金の流れとか、まあ、はっきり言ってちょっと調べようとすると面倒なんですけど、調べれば調べるほどすごいいろいろ出てくると思います。はい。で、これを多分いろいろ言い始めるとまた妨害が起きたりとか、まあ、嫌がらせで済めばいいですけどね、いろいろあると思うんですけど。まあ、だから、ただその、なんていうんですか、政党のそのいろんな支部長だったり、まあ、私も自由党の支部長でしたけれども、そういった支部長のじゃ活動経費だったり、選挙の経費だったり、いろんなこう政党の中での、いろん PR のお金だったり、全部そういう国民の皆様からの、その数百円、一律で全員からもらってるっていうお金で賄ってるところがあるんですよ。それ以外にもお金を、まあ、得るルートっていうのはあるんですけれども、だからそのあたりが、まあ、本当にちょっと他の国でどういうことになってるかっていうのは私も詳しくまではわからないんですけど、アメリカの場合は直接の献金が可能なので、まあ、だからビッグテックとかそういう大きい組織に、まあ、献金額が大きければ大きいほど、こうどうしても、まあ、寄り添ってしまうっていうことはあるので、そういうものを本来はなくすために、公平なこう法則に従って、お金を分配するっていう目的だったとは思うんですけど、政党助成金とか何かも。まあ、この辺はちょっとぜひ皆さん調べてみてください。すごいいろんな情報が出てくると思います。はい、ということですね。はい。まあ、こんな感じで今日はちょっとバーッとアメリカのことから日本の 寄付や政党助成金のお金の話をしましたけれども、はい、ちょっとどうだったかな、皆さん面白かったですかね。 ちょっと細かい具体的な事例とかがないと分かりづらいかもしれないので、またいつかまとめてお話できたら、まあ、記事にしてみようかなとは思います。あとは以前に私のそのブログで、まあ、ちょっと今閉鎖されてしまったんですけど、そこでは少し公表したんですけどね。まあ、そんな感じです。はい。じゃあ今日はちょっとこの辺にさせていただこうかなと思いますが、もし皆さん何か質問などございましたら。そういえばもう一つちょっとお話したいことが今思い出したので、せっかくなのでもう終わりにするって言いながらまた15分くらい伸びるのが私のパターン なんですけど、ちょっとこれはですね、まあ、気になったことがあったので、ちょっとお話ししようと思うんですが、まあ、誰か特定のこと、特定の誰かの話ではなくて、私が、たくさんこの数年間の中で経験したことを、ちょっとお話しするんですけど、本当ですね。何が言いたいかというと、自称保守の人要注意ってことなんですよ。
自称保守を名乗る方で保守じゃない人いっぱいいるので、そこ注意しましょうっていうことです。よくですね、右左に分けることがそもそも時代遅れだとかナンセンスだっていうおっしゃる方もいて、それは私も同意するんですが、だけど一般的にはやっぱりそういう分け方の方が分かりやすいので、あえてこういう表現を使わせていただくんですけれども、この話の際にですね、いわゆる右と言われる方や保守と言われる方、自称される方の多くがですね、結局、自分の望む、自分の考える、政策だったり訴えをしなくなった途端に、これまでずっとお付き合いしてた にもかかわらず、突然逆上して、相手を罵って村八分にするみたいな行為をよく見かけるんですよ。その自分の納得する、例えばですけど、対韓国や対中国への、考え方だとか、特定の政治家に対しての意見の一致だとか、そういうことから含めて全てのいろんなこと、多岐にわたるんですけど、保守とはこうあるべきだみたいなのをお持ちの方は特に、言わせていただきますけど、男性の方がやっぱり多いですよね。50代以上の男性の方特に多いんですけど、私の印象です、これはあくまで。ただ、ですね、それを頑なにご自身でお持ちなのは結構なんですけれども、そこから違う発言をした際にですね、突然攻撃し始めるんですよ、保守と名乗る人たちほど。その一定の答えが一致していなかった時に逆上して、さらには捨て台詞だったり、相手を攻撃して威嚇して、さらに、言い逃げして去っていくとか、ブロックするとか、陰で悪口言うとかですね、そういうのを、散々私は実際受けてきたんですけれども、そういう人たちは私は保守と認めませんから、本当に。呆れてます。あまりにそういう方々が多くてですね、全員じゃないですよ。だけど全員じゃない、なんで全員じゃないかっていうと、私はそういうふうにどんだけ自分のこと保守だって、政策はああだこうだとか言ったところで、ご自身の取られてるその行為が、もう本当に人をコントロールするような、自分の気に入らないことに対してすぐに壊しにかかったり無視するような、その行為って保守なんですか？って言いたいんですよ。それって、人に対して何か求めるものじゃなくて、自分のものでも持てれば済むものなんじゃないですかね。わざわざ言いに来たりとか、わざわざ攻撃したりとか、あとは保守言論人と言われる方たち、法外なお金取ってますよ。30分でも1時間でも、その方が話すことで、もう何十万じゃ効かないお金、もうゼロが1つ2つ違うようなお金が動くんですよ、その方が話すことで。それはもういい。需要と供給で成り立ってるならいいと思うんですけど、だけどそれって保守なんですか？それって愛国なんですか？それってビジネスでしょ？ね。だからそういう人たちがね、保守気取りというか、この国を憂いてるのはいいと思うんですけど、人に押し付けるなってことなんですよ。で、私はそういう現象をなんで、経験したかというと、日本の心から小沢一郎さんのところに行って、つまり右翼が左翼になったって見られたわけですね 私は何にも変わってないんですよ。政策だって、長い間応援してくださってる方で、私の政策見られてる方は、2016年も2017年の選挙、どちらも、そして今も、もう言ってること変わってないなって、変わらなすぎるなって多分お分かりだと思います。何度でもやり直せる社会の実現なんて2016年からずっと言ってますから。だけど、そのどこの、なんて言うんでしょう、政党に行ったかによって、まるで変節したかのように、突然ものすごい攻撃にあったんですよ。日本の心の方たちを支持されてる方たちや、党関係者の方も含めてですけど、あることないこと散々言われました。
見えてないと思ってるかもしれないですけど、大概映りますからね、こっちにも見えるから、いろいろわかるし、で、それで小沢さんは、売国奴だとか、パヨクだとか、散々言いたい人は言ってますよね。だけど、小沢さんとそういうふうに言ってる方たち、小沢さんと直接会ってお話したことありますか？で、小沢さんに直接会ってそれ言えますか？ね、言えないんだったらさ、あんまりこう 言わない方がいいですよ、ご自身のために。尊厳を傷つけますよ、本当に。私は言いました、かなりいろんなことを小沢さんにも。多分こんなことを小沢さんに言うのは ちょっともう、そんなこと言っちゃうのっていうくらいのことまで散々言ってきましたし、わからないことは質問しましたし、そこに関しては、なんというか、当然だと思うんですね。で、そこで行き着いた答えは、小沢さんの考えは保守本流だなって私は思ったんですよ。つまり日本のいいもの、日本の古き良き伝統であったり、日本の古き良きそういった考え方や価値観や文化や、それを保持し続けること、変化して何かそういった古いものを捨てるっていう感覚じゃなくて、いいものを保存するために新しい改革を必要とするっていう、そういう価値観の方なんですよ。話したら分かります。イメージとか、もうマスコミの誘導とか、今そういう時代じゃないんで、直接会いに行く暇もないとか、そういうつもりはないって方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、私はやっぱり自分で行動しないで、あだこうだ言うのってちょっとおかしいなと思うんですね。で、さらにそういう、そのいわゆる自称保守の人たちほど、なんていうか、ちょっとでも自分の意にそぐわなくなった時に逆上して、これまでいい関係を、大人のいい関係を保ってたはずのそういった距離感もぶち壊して、攻撃して去るみたいな方多いんですね。それがすっごい恥ずかしいし、残念です。可能性の目潰してどうするんですか、未来の。ね、ご自身の意見を尊重するように、相手の意見も尊重して当然ですよね。その上で、必要な議論、つまりディスカッションが、要はできないんですよね、ディベートとか。前提として敬意がなければ、ディスカッションなんて成立しないですから、はっきり言って。だからそうやって、雷親父みたいに怒ってキレて 相手を怒りでコントロールするっていうのに対して、私は全く屈しませんので、変えるつもりもないですし、そういうことを言いたいなと思って 愚痴じゃないですよ、あまりにそういう方が多いので。だから政治参加できしづらいんですよ、はっきり言って。若い世代が、ちょっと自分の意見を言ったって、上の世代の方たちがそうやって押し付けてきたり、切り落とすようなことをしたら、そりゃ行動したくなくなりますよ。それでも這い上がってこいっていうなら、私這い上がりますから、他の人にはあんまりやらないであげてくださいっていうことです。はい そういう話をしたくてですね。コメントもありがとうございます。それすごくわかる。私もやられた口です。そうですよ。だから余計なお世話が多いっていうことですね。特に衛生補修の方たちほどです。だって本当の保守って人に対してそうやらないと思いませんか？本当に人間出来上がってる方たちって、保守限らずですよ、左だろうと右だろうと、やっぱり人格者はいちいち人のことでそうやって咎めないですよ。だからそういうことをしてる時点で、そういう状態、その段階なんだなって思って、離れるしかないのかもしれないですけど、だけど私は、10代、20代、30代の方たちがもっと政治に積極的に興味を持って、どんどん自分事として、政治は生活だから当たり前のことだから、だからもっと、なんていうか、本当によく言う表現なんですけど、野球の話するように政治の話ができる国になった方がいいと思ってるんですね、本当に。腫れ物触るようなことじゃなくて、当たり前の話なんですよ、政治の話って。だけど、やっぱり
今そういう状態が出来上がってない時に、周りの大人たちがそうやって自分と違う意見に対してすぐ攻撃したり、すぐバカにしたり、すぐ怒ったりって、そんなんじゃはっきり言って生産的な議論できないですから、目をつぶさないでって思います。私すごくイデオロギーでいう左派の方も右派の方もすっごい仲いい方多いんですね。もう本当に何て言うか、とっても有名なというか、よく知られているというかね、そういうそれぞれの左派右派の中でも大物と言われる方、モーグルですか、トランプでいう モーグルと言われる方たちとも仲いいんです、実は。どなたとはいちいち言いませんけれども、なんでかっていうと、本当に思想関係なく人を大事にするんですよ、皆さん。すっごく、豊かだし、最終的には国民のため、この日本のためっていうところでつながってるんです。そこの、そのアプローチはそれぞれの、信じる道が違うのかもしれないですけど、最終的な目的が一緒なんですよ。だから分かるんです。あと自分も一生懸命こう分からないながらに進んできた経験がおそらく終わりなので、で失敗もたくさんされて、そこから這い上がってこられた、そういうたくましい方たちなので、人の失敗をいちいちそうやって言わないですとか、自分と違うということに対していちいち言わないです。そういう方たちをに私は育てていただいてるからこそよく分かります。エセ保守の、言葉だけ強気でやってる行為、はっきり言ってくだらないっていう方たち、残念ですけどね。だけど本当に天は見てますから、そういう行動を。ですから脅かすとかじゃないんですけど、そういう人たちを見て私がもっとも、あの、まあ、私が学ばせていただいてるっていうことです。ただ、私にやってもいいけど他の人にやるのやめてって思います。それをちょっと言わせていただきたかったです。テレビ的保守になってしまってる、そうですね。なのでテレビもいいですけど、インターネットもいいですけど、やっぱり直接会って話をしてとか、体験してとか、自分で、足で稼ぐってすごくこういう時代だからこそ大事じゃないかなって私は思います。政治に限らずですけどね、何でもこう簡単に情報が得られてしまうからこそ、そこに人が介入している、そこに人がいるっていうことを忘れちゃうんですかね。よく政治家志望してるとか、政治に関係するならこれくらいきつめに言ったって当然だろうとか、そんなの、そんなのでいちいち言うなよって方もいらっしゃるんですけど、きっとそういう方って私じゃない人にもやってらっしゃるんで そういう切り捨てをね。だからやめた方がいいのになって思うだけです。という話でした。今日はちょっと気になることがあったのでお話しさせていただきました。という感じですかね。皆さん、いろいろコメントもありがとうございました。じゃあこんな感じで今日は終わりにしていきたいと思います。皆さんからのコメントや、ご意見すごく参考にさせていただいて、私も毎日今日何話そうかなって考えてるんですけど、結局は皆さんのコメントに影響を受けて、いろんな話引き出していただいてるのですごく感謝してます。ありがとうございます。週末のこの夜にまた 貴重なお時間ありがとうございました。また明日以降も皆さんではよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。おやすみなさい。